青空に雲をたなびく右手かな笹原上出来じゃないか。ちょっと笹原、あんた自分がやったこと分かってんの？私は天気が良かったので屋上で一句ひねっていただけだ。違うわよ、これよこれ。あんた身に覚えないの？これは私のではないか。どうして立花美里が持っているのだ？何勘違いしてんの？あんたがゴミ捨てるから私が拾ってあげたのよ。いやいや、捨てたのではない、うっかり落としてしまったのだ。それにこれはゴミではない、ハンカチ。何よ、あんたの持ち物なんて全部ゴミじゃない。なぜ落とし主が私と分かったのだ？家の方角は全くの逆であろうに。しかもアイロンまでかけてある。心理を考えてたらそっちの通学路に行っちゃっただけなんだから。わざわざすまんな、橘美里。